こんにちは、バンラーレンタカーの石ちゃんです。カレンです。横から失礼します、坂田玄太です。本日は3月14日ということで、男性陣の方お忙しいではないでしょうか。今日3月14日はホワイトデーということで、この2人があなた何か買ってきなさいとすごいうるさいので、本日準備させていただきました。イエーイ。2種類買ってきたので、それを2人で開けてもらって、まあどっちにするかは、まあ2人で今から話し合って決めてもらおうと思います。とりあえず こちらですね。かわいい商品提供。かわいい。どっちがいいですか。で、ちなみに今一社につけてるマスク見ていただければいいですけど、こちらバンラール八戸のニューマスクですね。かっこいい。つけやすい。これ たまに多分2人つけて、ね、登場すると思うんですけど、これキッズサイズですね。え、嘘。そうなの。だからチキッサーの。そのここがね、ちょっとめっちゃ最初とする。ちょっと思ったけど、まだ事務所で売ってるかもしれないですけど、まあ気になる方はぜひ買ってみれば。かっこいいですね、結構。かっこいい。ここ伸びるしね、つけやすいよね。フィットしてますんで、ぜひ。じゃあ開けていただきます。まず選ぶところからですね。せーの。せーの。えろすごくない。だってピンク好き。めっちゃピンク好きだから。かわいい。15日やと思ってました。14日。高島屋だって。初めて聞いたことある。あ、違う。こういうとこなんですよ。初めて聞いた。オープン。じゃじゃん。うわ、すごい。オーシャンティー。いきますよ。じゃーん。おー、チーズケーキだ。あ、じ金賞受賞。金賞受賞したチーズケーキ。え、すごい。美味しそう。チーズケーキだ、ね、バームクーヘンでしょ。え、でもチーズケーキって書いてある。あ、嘘つかれた。嘘だ。こういうのもありますよ。あ、これ宣伝でした。うん、バームクーヘンだ。美味しそう。この年輪がいいですよね。これ年輪って言うんですか。わかんない。これをいただきました。ありがとうございます、店長の皆さん。じゃあこっち開けます。はい、お願いします。ホワイトデーにバームクーヘン丸々1個くれるってどうなんですか、女性陣の方は。私は嬉しいんですけど。嬉しいんですかね。私も嬉しい。なんかあんまチョコ、ね、好きだけど、うん、飽きちゃうから、なんかそっち系の方が私は好き。ね、食べやすいですね。ありがとうございます。いきます。はい。あ、これはこう書いてる。何。チョコレート。今チョコディスったわ。これだし。あ、そっち。いきます。あ、これカンカン。おーい。あ、これ難しいやつだ。難しいタイプ。あ、でもちゃんと矢印書いてる。え、これちょっと、これ開けれないよね。あ、こっからだよ。あ、すごい。すごい。あ、美味しそう。だれだれだ。いいですね。クッキー。クッキー。ちょっと私たちが食べる前に秋吉選手にちょっとクッキー味見してみてもらいたいと思います。どうしよう。食べやすそうなの。食べやすそうなの。いいと思う。ちっちゃいクッキー。食べてくれるかな。どうですかね、美味しいですか。あ、ギョーザにしよう。あ、こちら。みんなに食べさせちゃう。今日はバンラーレのシーズン開幕戦なので、これを食べてみんなに元気を与えています。じゃあちょっと一粒味見してみたいと思います。いただきます。うん、美味しい。持ち帰って美味しくいただいていただこうと思います。はい。
ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでこんな感じで今日はたまにはゆるく、最近こういう動画なかったと思うので、まあ2人どんどん仲良くなってきて、会話してるだけ聞いてるだけでも面白いんですけど、またそういうなんだろうな、軽い日常的な動画もお伝えできればと思ってるので、動画楽しみに待っていただいて、じゃあそういうことで締めの挨拶、カレンさんお願いします。はい、本日も動画を見ていただきありがとうございます。まだチャンネル登録してない方は見逃しのないようチャンネル登録お願いします。お願いします。他にも皆さんのためになる動画がたくさん上がっておりますので、またそちらの動画でお会いしましょう。うまい。食べるね。これはさすがになんか綺麗なさそう。あ、これなんですかね。ここ。カラメル？カラメル。とこ。うん。食べたい。持って帰ってもいい。うん。柔らか。うん、うまっ。食べたいな。どういう感じですよ。かじっちゃったらいいんじゃないですか。頑張って。でかいな。はい。丸々持って。回ってますよ。ずっと回ってた。はい。すっげえ。いや、折れそうじゃない？これ絶対うまいじゃん。これチーズリングですってよ。マジ？なんか食べたことあるけど食べず嫌いに近い、なんか印象があんま美味しくない。チーズだったらちょっと弱かった。うん、確かにチーズケーキとかなんで。あ、そうなんですか。うん、溶けてないチーズ。トイレした方がこういうコーヒー飲むともうトイレめっちゃ近い。確かに。え、食べないかな。美味しかったですか。次って食べた。